エントリーナンバー26番谷本光26歳、神戸メリケンパークオリエンタルホテルステーキハウスオリエンタルで料理人をしています。料理名は香る発酵たちと炭鳥です。発酵とは人々が成長してきた中で共存し必要不可欠なものだと感じました。ぬか漬けにした鶏をいかに様々な発酵食品と合わせ香りを生かし、その香りを浸透させ火を入れた時、実際に食した時に一体感が出るのかを考え組み立てていきました。香ばしく焼き色をつけ旨味を閉じ込めます。炭の香を用い、じっくりと火を入れ香りを移していきます。柚子胡椒を効かせ浅漬けにしたカブキャベツに炭の香りを移します。発酵スープを作ります。カツオと昆布の和だしにオリジナルの塩麹に漬け込んだ鶏ガラ、首ずる、手羽先、干し椎茸を加え味を煮出します。こしたスープに発酵食品である赤酒、チョウザメの魚醤を入れ味を整えます。火が入り炭の香りが移って鶏肉をカットします。最後にカブ、キャベツ、鶏肉、味噌漬けにした卵黄、青じそ、赤じそを盛り込みます。お客様に提供の際、まず最初に炭の香りを楽しんでいただき、最後に発酵スープを入れ、2つの香りを楽しんでいただきます。私は一期一会という言葉が好きで、その思いを持って日々精進し、仕事に取り組んでいます。今回、このレッドアンダー35を通じ、谷本光という人間を知っていただき、熱く気持ちのこもった料理人の方々と出会い、その出会いの中で様々なことを吸収し、自分の人生経験の中でかけがえのないものにできたらと考えております。その経験を生かし、今の現状に満足せず常に前を見続け、日々ステップアップしていけたらと思います。料理人として未熟な私ですが、一期一会を大切にし、感謝の気持ち、熱い気持ちを持ち、料理人として、そして人間として大きい人間になりたいと思っています。